はい、では今回、パソコンをちょっと分解してみます。パソコンのタイプはこのタイプですね。こちらのタイプは今かなり、ちょっと手間がかかったタイプですね。まず、反対にしていただいて、バッテリーを爪を取って外します。でそれから、ネジを取りました。かなりたくさんありますね、これだけで。あとこれの場合肝心なのはここにシールが貼ってありまして、この部分ですね、このシールを取ることによって中に一つ、ネジが隠れていましたね。こんな感じですね。でまあこれはですね、メーカーの方でも保証期間が切れている場合、もうこれをやってしまうとメーカー保証は多分受けられなくなってしまいますので、その辺をご理解いただいて、でまず、ビスを全て外した後にですね、こちらのキーボードの方は爪で止まっていますから、まあこういうマイナスドライバーの細いのの中で傷をつけないようにカチッと起こしていただいて、そうするとここでキーボード交換もできます。フラットケーブルを外していただければ簡単に取れると思います。でここにも、ピンが3つありましたね。こういうふうに、中は中でピンの方は分けておいていただければ、また戻すときにですね、バラバラになったりしてちょっと多少シールが違うので長さも違いますし、上手にはまらないことがあります。よく終わった後にいくつか残るとかいうケースがありますね。こんな風に外していただければ、ここからこんな状態でバラバラにすることが、それとここの場合気をつけてほしかったのがですね、先ほどやって気がついたのはここが結構このサウンド、こちらとはですね、この辺のいわゆる、外部との接続する、コネクタの部分が出っ張ってますので、外すときには十分注意してください。それとあとここの場合に、この一番手間取ったのがこのサウンドのところですね。マイクとここのところを外すときには要注意です。ここは出っ張ってますからね。そうするとこういうふうに外れていきます。でここから、ハードディスク、DVD ドライバー、この辺の交換が容易に可能かと思います。メモリーの、増資もしくは交換もここからできます。あとこの辺はまあどうしてもゴミがよくたまりますからね、要注意ですね。こんなふうにして、分解していただくといいかと思います。はい、では失礼します。